俺見ましたかって楽勝だ。失礼しました。今日初めての2992で決まるかと思ったら、リュウモンさんの強襲になっちゃいました。そうですね、2929は一回も出てきて、荒木さんに言われたから、はい、ここで飛ばして決まるかって言ったら、イメージとしてはもう地元も引き連れ、ワンツースリー、今年ペースで抜けたから、はい、まあ、来ても止まるわと思ってて、止めれるわと思ってて、はいはい、リュウモンさんの教師はちょっと頭になかったです。最後もう外直前やからね。あ、そうですね。小林さんはゴール戦、どうですか、ちょっと垂れた感じがありました。いや、風きつかったですね。きついですね。もうだいぶ早く出て踏んでたからね、巻き返されるの。そうですね、踏み距離としてはね、普段よりちょっと長めですか。展開一本ですね。いやいやいや、でも小林さんもね、うまい感じでかけてるですよね、はい、もう遅れんようにだけと思って、はい、よかったです。ただね、大外の伸びを見るとどうですか、調子は。まあ、すんなり4番だったんで、ちょっと最後だけ足はちょっと溜まってました。やっぱバックから、はい、小林さん強いんで、ちょっと いけるあれもなかったんで、まあ、でもですけど、でも強い小林さんをかわしてる、一応負けてますから。たまにはリベンジ。今日は運が良かったです。はい。